俺の力試してみるか。白ひげ海賊団の仲間を殺して逃亡した黒ひげことマーシャル D ・ティーチを追跡していたエース、ついにグランドラインのバナロ島でティーチを追い詰め、かくしてバナロ島の決闘は始まった。てめえ覚悟しやがって。俺の力試してみるか。数々の困難を乗り越え、ルフィは処刑台へと到達する。ミスター3の能力でエースの手錠を外すルフィ、それを阻むため激しく砲弾を打ち込む海軍であったが、今から伝えるのは最後の戦場命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。白ひげ、ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。あったった、ちょっ、打ちだ。今から伝えるのは最後の戦場命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。白ひげ、ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。それ Pheasant Bird。ちょっと疲れた。後悔させてやるよ。
バナド島でティーチに敗れたエースは海軍に身柄を引き渡された。海軍はマニンフォードにてエースの公開処刑を行うと全世界に通達。海軍と大海賊白ひげの激突を予感し、世界中の人々が震撼する中、白ひげそしてエースの義弟ルフィがエース救出のためマリンフォードに現れた。セカンド！
ロゴモノガトリングシュリッフンロゴモノガトリングシュリッフン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 すまんが地面進んでろゴゴモノガトリングシュリャッフリッ見てろジャッフリッパッヤーツナトカゲチクシワガトリッジャッゴゴモノピストルこのフリッユッカイHey!
Oh!